がうまいっていうなんかネット上で見た、それ本当なのかなっていう、それ一番歌うまいっていうか、うちの家族の中で一番最初に歌い始めたのが次男だった。ピアノ弾き始めた、うちにあったピアノで歌い出した曲が次男だった。次男、それをなんか見てたんだ、俺と兄貴で。うますごいよな、ね、今三男、僕三男、あ、三男なんだ。で、次男が法的できないです。ええ、そうなんですよ。そうそうだ、長男が高さんだね。あ、そうなんですか。真ん中にもう一人だからいるんですよ。サラブレッドがいるんですよ。秘蔵子が、秘蔵子出てきないです。なんで出ないですか、その人。やっぱ違うっていう、俺はそういうのじゃないみたいな。いや、どう、なんでなんですかね。でも全員歌が上手いですか。すごい、やっぱなんか才能なんだよ、遺伝なんだ。遺伝はエグいんでしょうね、普通に。だって声おかしいんですよ。声おかしい、あかんよ。どうも聞いて思いますけど、いや、今日エグいっすよ、やばい。今日何言ったんですか、ちなみに。今日例えば BTS のバターとか、あー、めっちゃ聞きたい。あとあれですね、エクジャパンのフォーエバーラブ、フォーエバーラブ、やばいっす、粉液とか。だってフォーエバーラブ歌った後に一緒にいたスタッフの女の子が泣きそうになったって。あ、良すぎて、良すぎてエグいっす、マジで。泣きそうになったの。はい、それは女抱きまくるわ。いや、ふざけんな。泣いてないよ、結果泣いてなかった。普通に見つかったりながら泣きそうになりましょう。全然、もうめっちゃ聞くな。ワンオクたくさんなって泣いてる。なんでだよ、一歩足りなかった。なんで一歩、今だから遠くの道行っちゃってるから、遠くの道行っちゃってるから明るいんだよ、音楽様だから。若干吉本がちらつくんですよ。なんでなんか笑っちゃうんだよ。 NSC 入ってないよ。それで言ったら、ちょっと前にネット上でも切り抜き見たのが、お兄さんとインスタライブでコラボしたの。それがもうすごいことだとって。へー、そうなんだ。ファンの間でやっぱりありえへんわけ、コラボって。まあ確かにね、あれもなんか、それこそマンディとライブの日だった。え、すごいな。マンディとツーマンやる、渋谷でやるってなった時に、まあライブ前にさ、そのメイクとかしてもらって、なんか衣装着替えてる時に、兄貴がインスタライブやってて、でインスタ見たらさ、これ出るじゃん、通知が。でパッと普通に押したの、したらさ、通知が行くの。ああ、行ってる、向こうにね、あっちに、はい、誰が見てます、誰が見てますみたいな。で、俺は言ってこないと思った、まさか俺の名前を見ても言わないと思った。だって今まで公に絡んだことが一回もなかったから、それまでね。なんでインスタライブやねんと思うじゃん、俺は。どう考えたの。確かに。お、ヒロキだとか言いました。言うな、言うな。あとでさ、そのインスタライブリアルで見とったファンからしたら、たまらんかったよ、この展開。いや、その段階で俺もまだリアルに見てる段階だけど、名前呼ばれたみたいな。で、コラボしようとか言って、申請送ってきて、みたいな。やばないですよ、そこで初めての公の頃。そうなんですよ、そこなんだ。そうなんです。ライブとかじゃないの。ライブとかじゃない。で、たぶんその時が誕生日だった、兄貴。で、自分でインスタライブをしてて、だからライブ前だったから暇で見てたら、呼ばれて、コラボ申請来たから、これで出ないのも、ちょっとなんか、エンタメじゃないなと。すごいよ、冷静に、兄貴が、ワオコタカって、どういう気持ちなんだろう。当たり前の時に来たことだけど、俺らが意味わかんないじゃないですか。まあ、意味がわからない。正直、思わせ。意味わかんないもん。まあ、両親もそうやけど。いや、そう、両親もやらなくて。インスタライブ、前さんがやっとってさ、俺入ってるみたいな。入って、コラボ来たらどうする。拒否しない。1ミリも分からない。でも誕生日、誕生日でも多分本当にめっちゃ濃いファンの5人ぐらいが分かります。ネットニュースならネットニュース誰も切り抜かない。だって俺一緒にずっとおるんやから。ずっとおるんや、ずっとおるんや。しかもインスタライブあれでしょ、本名で呼ぶじゃん、あ、消えたって言うわけでしょ。それはちょっとイラつくもんね。そう考えると、そんなドラマチックなことが山ほどあるわけだよね。まあ、確かにね。生きとったらさ、だって今も導入で、いや、バウンディとライブしてたんだけどみたいな。そのバウンディさんのライブっていうのもすごい話。俺だって電ガン見たんですよ。バウンディにめちゃ似合う顔の電ガン。